クレジットカード。まあ今では馴染みですけど、昔は高級な店で高いものを買う、そういうイメージで金持ちが使えるようなものでした。まあアメックスも昔ゴールドから始めたみたいですね。今グリーンって下ありますけど、ただ最近だと、この誰でも使える、そういう決済方法ですね。そんな感じになりました。そういう100円のものでも、スーパーでも平気で使える、そういう時代になりました。 まあ、それはあのネットショッピング。ネットショッピングでカードが爆発的に普及して、それポイントがつくから、例えば楽天とかですね、楽天のスーパーポイントとか、ネット以外のところで買っても1%ついて、それお得に使いますから、そういうところで普及してきたんじゃないのかなと思います。それただ、カード、いろいろ疑問に思う人がいますけど、例えば翌月一括払い、それでカードで決済したとします。その場合、 全然手数料とか、その、使う側にはかからないです。ただ、果たしてそれ、誰も払ってないでしょうかってところです。それ実際は、加盟店と言われるお店の方、そちらの方が払ってます。それ大体5%から、大きいとかだと10%って言われますね。まあ、超大手だと、なんか3%とか、それ以下って言われますけど、まあ、馬鹿にならない金額ですね。消費税にさらに消費税、そんな感じです。 まあ、ちっちゃい店、例えば1万円で決済するようなレストランとかバーとかですと、まあたい500円から1000円の加盟料、それが1決済ごとに取られますので、まあワンドリンクフリー、そんな感じですね。まあ痛いといえば痛いですね。それまあそこで加盟店側の知恵として、例えば5万円以上でないとカードを使用不可という。 そういうふうに言えばいいんじゃないかなって。まあ5万円だったらそのくらいの負担許せるからいいんじゃないか。そういうふうに考えると思います。ただそれ、あのカードの加盟店の規約違反なんです。まあカードの加盟店、カード会社といろいろ契約して、そのカードを使えるように店をしてますけど、それいろいろルールがあります。まあ一番わかりやすいルールとして、このカードの その使用量。それをお客さんに転嫁してはいけないです。例えば1万円のもの、1万円のものを決済するのに、店がカード会社に500円払わないといけないとします。その場合、1万500円をお客さんに請求する。カードを使うから500円高いです。1割高いです。5%高いです。そういうふうに言って請求する。それ、加盟規約の違反です。それだったら、 現金特化ってことで現金安くすればいいんじゃないか。現金で買った人を安くすればいいんじゃないか。そういうふうに言って、カードが普通。カードが普通で現金が安い。そういう方法も考えます。これも違反ですね。これ、あのどっちが特別か、どっちが普通かっていう話じゃなくて、カードの規約で見てるのはこの差ですね。現金決済、カード決済。それ、差を作ってはいけないです。一緒にしないといけないです。れこれはお金のことが出てますけど、 当然サービスも一緒にしないといけないと私は考えますね。例えば、カード決済で1000円の料理を頼んだ場合と、現金決済で1000円のものを頼んだ場合、量が違う。あと、セットでついてくるものが違う。それも規約違反なのかなって、そう思いますね。あと、秋葉原とかによく出かけるとわかると思いますけど、現金特価って表示があります。あれ、何が現金特価なのかというと、 カードが普通で現金が特化。そういう意味です。ただあれも実際カード使用量を添加してる。普通の価格で買うとカード使用量が添加される。そういう理屈になると思いますね。現金特化っていうのもこのカード加盟店の規約に違反してる。そういうものだと私は考えます。まあカードを使ってる人をいろいろ見てみると、そのいろいろな規約違反、それがわかるんじゃないかなと思います。 まあ、現金特化とか、まあ、これ違反っていうかわからないですけど、ポイントカード。ポイントカードの還元率が、現金だと10%、カードだとないとか、あと2%になってしまう。そういうものも、ある意味、この差別なのかなと思いますね。紙面資格的な考えだと、カード加盟店規約に違反する。そんな感じかもしれないです。まあ、カードを使ってる人、よく、 買い物するときに気をつけてみてください。まあ、現金特価とか、カートだと1割ぐらい上乗せ、そういうところがいろいろあると思います。秋葉原のパソコン用品やとか、あと、バーとかスナックとかでもありますね。カードを使うと言うと1割プラスになる。それ、加盟店の規約違反です。カードと現金。どっちの決済であっても、細かいこと言うと、 同じ均一なサービスを受けられること、同じ値段で同じものを受けられる、そういうところが重要だと思います。気をつけて見てみてください。まあ、ちょっとしたカードの秘密というか、まあ、ちょっとしたカードの知識でした。以上です。